いろいろと分かったんです。まずエモートのやり方。スラッシュ入れて、チアとかやると。これから、ウェーブってやれば。あとは、トーク。ずっと喋り続けんの。これ。あと何があったかな？ダンス？他にもいっぱいあるんだけど、わかんない。忘れちゃうの、俺。踊ってます。好きだな、こういうダンスな。グリッとすれば。終わんないね。いや、こんなにいっぱい踊るんだ。あ、最初に戻った。じゃあ、ボウ。お辞儀。シュラッグもあるかな。いいね。シュラッグ。ボウ、ダンス、トーク、ウェイブ。まあ、これぐらいだよね。あと、座ったりもできる。で、これはね、突然ここまで来ちゃったんだよ、俺。荷物運びかなんか手伝わされて。まだわかんないことだらけなのにね、レベルだけ、上がってるから、苦労してます。あとは、ヒーロー、H コマンドヒーローを出すんだけど、これがね、イクイプメントテンプレートって言って、今はずっとこうやってやったんだけど、スタッフが手に入って、前売っちゃったりしたんだけどさ、スロット2つ、もう少しお金払えば3つ目とかいけるんだろうな。このスタッフの切り替え、あ、スタッフっていうかこれの、イクイプメントテンプレートの切り替えのコマンダー探したけどわかんないんで、このヒーローメニュー出さなきゃいけない気がする。H って押して。ほら。だから少なくとも、無料でも、武器4種類は自由に使えるんじゃないかな。などなど。分かったことは多いのですが、お金も全然儲かってないし、ああ、なんか。これ何？あ、トロフィーだ。うん、これも、素材なので。これ全部トロフィーだな。ロックピックって時々ある。あ、まだコンソナブルこんなに。ああ。うん、これもトロフィーでしょ。トロフィーの利用方法は俺知らないんで、売るしか知らない。まあ、もっと、なんでもないところに帰ってこようかな。トリント、アーマースマイス、へえ。これ多分やっぱり。あ、またヒルズに行くんだ。ここじゃないとこだと鹿にも殺されちゃうんだよね、俺。ケセックスヒルズ？多分これが最初のクイーンズデールが、じゃんで。次の段階だね。わかんないことだらけだし、すぐ死んじゃうんだけど、生きていけるんでしょうか。新しい場所を見つけました。こいつ悪いやつじゃないの。ちょっと戦い慣れたやつにしよう。戦えるかな。
やってくれ、あ、ありがとう。ありがとうね。素晴らしい、あなたは素晴らしいよ。ここはどこ？私は誰？的な感じ。戦ってみようぜ。とりあえず生きてはいけるみたいな。あれ？あれ、この間俺間違えて行ったとこかな。あれ、間違えて行ったのってこっちか。あー、なるほど。いろんなとこがあるね。もう分かんないことだらけ。こいつはお前強いんじゃないの？とりあえず生きてるけど、結構やばいよ俺。これちゃんと生きていけないかもしれない。お湯の旅はここで終わってしまうかもな。ここどこ？わあ。で、ダラニアンウェイポイント。じゃあウェイポイントまで行きましょう。あ、これですかね。私もなんか新しい蒸気に乗ってみたいです。おお、ここですか。